ヤヌシュラジビューは、ポーランド・リトアニア共和国のマグナート大焼け。1599年により、リトアニア復讐全館。1619年により、ビリニュス上代、ボリソフの大官を務めた。リトアニア大エトマンを務めたクシシュトフ・ラジビュー・ピョルン。公とその妻で、コンスタンティ・バシー・リオストログス機構の娘の形ナの、息子として、ビリニュースで生まれた。弟に、ヘトマン。 政務議長として活動したクシシュトフラジビウがいる。1600年、ゲディミナス王朝の分子である、オレルコビチスーツキ家の女子相続人ゾフィアと結婚し、莫大なラジビウ家の財産をさらに大きくすることになった。1612年に、ゾフィアが死ぬと同時に、家父となった家主は7つの城及び、宮殿、32に上る村を含む、豊かな妻の遺産を相続したからである。 ゾフィアは、後に、生前の事前事業と埋葬時に起こしたとされる、奇跡により、ベラルーシ制教会に、スーツクのゾフィアとして劣勢されている。翌1613年3月27日、ヤヌシュは、ブランデンブルク選定校、ヨハンゲオルクの娘、エリーザベト・ゾフィーと再婚し、一人息子のボグスワフを設けた。 ヤヌシュの時代には、それまで一致していたラジビウケと国家との利害関係に、祖語が生じるようになっていた。共和国の福利を無視して、一族の利益を追求しながら、富と権力を蓄え続けつつ、プロテスタント信仰とリトアニア民族文化を保護していくというラジビウケの従来の政治姿勢は維持しにくくなっていた。チチクシシュトフと同じく、ヤヌシュは、 リボニアでスウェーデンとの戦いに従事した。1606年のゼブジドフスキーの反乱では、首謀者の一人として、国王ジグムーンと三世に公然と反旗を翻した、ものの何の物質的な見返りも得ることはできなかった。この反乱時に結成された連盟は、法的な保障を受けた武装同盟であり、世襲君主制、追加課税、大規模な常備軍の導入によって、 王権の強化を図ろうとした、ジグムンと三世の政治的構想を潰すために結成されたものだった。ありがとうございます。